遥か未来、銀河の辺境で遭難した恒星間移民船メソポタミア号、惑星テラ2に不時着し、生き残ったのは男性ばかり6人であった。彼らは人間の女性をかたどった汎用アンドロイドマリオネットを制作する。さらに6人はクローン培養によってそれぞれの子孫を残し、6つの都市国家を築いた。その一つ、ジャポネスに住む少年オタルは、乙女回路を持つ3体のマリオネットを目覚めさせた。一攫千金はぬか喜びでい。ない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 の。はあ、嫌だね貧乏は。あ、うるせえ、もうちょっと探すの手伝うよ。でもないもんはないって。うーん、ライブ、ちょっとおめえタンスどかせよ。タンスね。はい。うめえ。お天道様、やっぱ俺を見捨てなかった。これで米が買える、飯が食える。気持ちいい思いをしないです。ライム、早速行って買ってこい。やーかい。あ、ちょっと待った。え、なに、ホタル。よし、ライム、その笑顔だ。いいか、ライム、買うときにそうやってにっこり微笑みながらお米くださいって言うんだ。そうすりゃきっとおまけしてくれっから。うん、わかった、そうする。よし、行ってこい。うん、行ってくるね。やダメだよ、オタル。ライムに余計なこと言っちゃ、あいつは一つのこと考えると他のことはどうでもよくなっちまうんだから。また大家に問わされちまう。オタル様、今日も美味しく浸かりましたわ。うわうめえ。ジェリーの漬物はジャポネス1、いや、テラツ1だぜ。まあ、そんな、それほどのものだけど。確かにうまいんじゃないのかい。つい後を引いてしまうんじゃないのかい。ったく、無断も隙間ありゃしね。暴れたら腹が減った。お米ください、にっこり。お米ください、にっこり。お米ください、にっこり。お米屋さん見っけ。よし。おー、ライブじゃないか。ゆなちゃん、おはよう。おはよう。今日も元気がいいな、朝から。おー、そうじゃ、ライム、お前さんもこれ買わんか。何この紙切れ。こいつは富くじといってな、当たると大金持ちになれる魔法の紙切れじゃ。魔法の紙切れ。もう一度言ってみろ。だから源内じいちゃんが魔法の紙切れだって。それでさっきの金で買ったのか。うん。これは漬物で食うとうまいのか。もしかしたら、うん、ライム。まあまあ、もうそのくらいにしときなよ、オタル。ライムも反省してるみたいだし、だいたい買っちまったもんはしょうがないじゃないか。けどよ、いくらライム怒ったって金は戻らないんだよ。なさい。やれやれ、食い物の恨みは恐ろしいって言うけど、ホタル様怖い。ホタル、聞いたよ、ホタル君。なんだよ、生きてやったのか花形。米を頼まれて富くじを買ってくるなんて、やっぱりマリオネットはおバカだね。うるせえ。おいおい、僕にまで当たらないでくれよ。僕は君のためを思って。ほら、どないですか。炊きたての銀シャリだ。さあ、心ゆくまで食べてくれたまえ。さあ、オタルくん。いらねえ。え、てめえに怒られたら後だ、怖えや。あ、
おい、オタル君、せっかくの親切を。よう、花形の旦那。よう、相変わらず贅沢してんじゃねえか。いや、これはその、そろそろ貸した金を返してもらいたいんだがな。ライムたちが来てから加速度つけて貧乏になっちまったぜ。やっぱり今の稼ぎじゃ4人は辛いよな。あ、これはニッパチバーガー。ホタル様、どこへ行ったのかしら。さあね、懲りずに食探しでもしてるんじゃないのかい。ホタルがお金持ちになれますように。いやー、まったくよ、早く気づけばよかったんだよな。食い物屋をやりゃ飯に困るねえじゃねえか。屋台のハンバーガー屋とは珍しいな。おう兄ちゃん、一つあったかいとこ頼むわ。ああ、やるすい。ちょいとお待ちを。うっ、できたった。あれ、でもなんか不格好だな。ダメだこりゃ。あ、おい、何やってんだよ。おお、すまねすまね、今の失敗。さあ待ち、すぐ作り直すから。早くしてくれよな。へいへい。はい、けー、きってねーだなんてもいいか。俺が来んじゃねえしよ。お待ち。お待ちじゃねえよ、見てたぞ今。あ、あま、作り直せ。へいへい、見られたしょうがねえ。あ、お客さん、一緒にシェイクなんていかがっすか。あ、どんなのがあるんだ。新製品でザクロシェイクってのがあるんすけど。ザクロシェイク？どんな味すんだ？そうね、俺もまだ飲んだことねえんで。あ、ちょっと飲んでみますね。お客さん、これやめた方がいいや。あ、そう。まあ、そしたら今日はハンバーガーだけでいいや。そうっすか？え、もちい！おい、いくらだい？あ、バーガー3つとシェイク、ね、ちょっと待て。何か？俺が買ったのはバーガー1個だぞ。うん、結果的にはね。でもそれまでにバーガー2つ作ったし、ザクロシェイクも試したじゃないっすか。忘れちゃ困んな、お客さん。てなわけで都合合わせて。ありがとうした。何も殴ることはねえじゃんか。だから、あ、よいしょ。おめえら、ホタル、僕も手伝うよ。え、いや、ダメダメ、邪魔なだけだよ。ライムのやつ、さっきのこと気にしてるんだよ。名誉挽回させてやんなよ。お願いします、ホタル様。ホタル、やらせてよね。けど、手伝うっつってもよ。実際見てらんないんだよ。いいだろ、ホタル。けどな、待てよ。くっ、まえ、くそー、借金取りの連中め、少しは手加減しろよな。ああ、しかし早いとこ借りた金を返さないと、今度は殺されるかもしれんな。なんか手っ取り早く儲かる話でも見つけないと。そうだ、あれだ。悪く思わないでくれよ、おたるくん。本日はニッパチバーガー開店をお披露目に来まして、いつもより笑顔いっぱいで回しております。どうぞ回れ。このマリオネット見ろよ、笑ってるぜ。信じられない、マリオネットが笑うなんてな。うなぎ照り焼きバーガーお待ちどうさまでした。はい、うだてりお待ち。お次ご注文どうぞ。でもあの笑顔いいな。ああ、あれ見てるとなんか嫌なこと忘れちまうぜ。ジャンボレスの皆様、ニッパチバーガーでございます。いらっしゃいませ。私にもさっぱり。でもまるっきり赤字なのは事実ですわ。
おめえちゃんと金もらったろな。もらってるよ。私を疑う機会。じゃあなんでこんなに大赤字が出てるんだ。大赤字って儲かるどころか損してしまったということよ。へえ。なあおめえらなんか心当たりねえのかよ。ちっと考えてみな。つってもね。そうだな、いい男には無条件でシェイクとポテトをおまけしたぐらいかな。私もハンバーガーを2つ以上注文してくれたら1つおまけしたくらいで。それだよ。そんなことしたら赤字になるに決まってんじゃねえか。なるほど。どうすんだよ。俺じゃこの屋台のレンタル料も払えねえぞ。ホタル、あのゾウさんもレンタル。日銭を稼ぐどころか借金作ってどうすんだよ。おめえらに期待した俺がバカだって。ホタルかわいそう。かわいそうって。音羽といえばな。何ホタル。なんでもねえ。ホタル、なんでもねえよ。え？なんじゃ、お前ら知ってて生きとるんじゃないのか。富じゃよ、富くじの当日じゃ。富くじ？ライム、札はどうした。札、魔法の紙切れのこと。ああ、あれなら大事に仏壇にしまってある。あ、なんだよ、持ってねえのかよ。じゃあ、急いで取ってこい。うん、わかった。じゃあ、いや、それなら大丈夫じゃ。わしが自分で売った分は帳面に番号を控えてあるから。さすがじいさん。お、これから一番富の発表じゃ。御富一番、賞金千両は辰の501番。なんじゃい、これも外れかい。今のが一等賞ということは。なんでってことは、じいさんのは全部外れたってことじゃねえか。情けねえ。ねえ、お金持ちになれなかったの。まあな。さ、行こうぜ。待て待て、まだ幸せをあなたに賞が残ってる。幸せをあなたに賞？なんだそりゃ。現金ではないんじゃが、毎回なかなか気の利いたものをくれるんじゃ。前回は確か米1年分じゃったな。何？それって本当か？苦しい話、バカモン。米1年分って本当かって聞いてんだよ。嘘言ってどうする、本当じゃ。ライブ、お前の番号いくつだ。じいちゃん、いくつ。こら、泡吹いてる場合じゃねえ。番号はいくつだって聞いてんだよ。ね、ねの1365番じゃ。ねの1365番。役人が札をついたよ。なに。幸せをあなたに賞はねのねの1365番。1365番ってことは、までのお前の失敗は全て水に流す。お前は最高だ、最高のマヨネットで。おたるおたる大好き。おたる許す。え、
ケチケチするなんてジリ、ちょっと借りるだけだ。やばい、バレたか。この野郎か、ライム、オンだ。なんで泥棒はあいつだ。よし、わかった。私も行く。頼んだぞ。ちゃんと探せよな、ライム。ごめん。でも、見つかってよかったですわね、ホタル様。まあな。これでしばらく食うには困らねえってもんだ。はい。確かに幸せはあなたに賞の富札です。おめでとうございます。あ、じゃあ早速だけど、くれっかな、米一年分。は？え、いや、だって、米一年分だろ、商品って。いやいや、それは前回のですよ。今回は米一年分ではありません。今回の幸せをあなたに賞はこれです。お漬物一年分。いやいや、所詮この世は金だというが。ねえ、おたる。あ。やった、笑った。おめえらと来たら、行くぞ。よし。本当は金なんぞには変えられん。目には見えないが大切なものがあるようじゃの、おたるよ。